ゲゾゲゾは、ダホメ王国第九代国王。ダホメの十二人の国王の中で最も偉大な国王とされ、ダホメの前世紀を築き上げた。出生名はガクペ。ゲゾは、第七代国王アゴングローの第二王子として生まれたが、父の後を継いだ兄である第八代国王、アダンドザンが、無能であったため、摂生に任じられ。 やがてクーデターでアダンドザンを殺害して、自らがダホメ国王に即位した。そしてゲゾは、兄に対してダムナティオメモリアへを行い、現存する直筆書館を除いて、アダンドザンの記録はほとんど抹消された。国王となると、ゲゾは、弱体化していた東隣の創始国、お洋王国からの独立を宣言し、属国の地位から脱した。ついで、 換気ごとに近隣に出兵して、大規模な奴隷狩りを行い、それを、ウィダーにある、ポルトガル領産ジョアンバプティスタでアジュダの商人、フランシスコ・フェリックス・ダ・スーザラに売却して、富を蓄えた。この富で、ゲゾは4000人の女戦士軍団を養し、銃とサーベルで十分に武装させることにより、お世などの外敵から自国を防衛することに成功した。 ゲゾのクーデター成功の背景には、アダンドザンに反発していたダスーザによる援助があったと、される。その一方、ゲゾは、奴隷貿易以外の産業振興も行った。特に、パームオイルの原料となる油やしの大量生産を行い、これをフランスなど、欧米諸国に輸出した。当時は、奴隷貿易が、世論の反対などによって衰退する時期に当たっており、 これによって奴隷に変わる新たな輸出品を得たダホメはそれ以降も勢力を維持することに成功した。また、ゲゾは国民の団結を高めるため私たちの自由は水を蓄えることのできない穴だらけの壺のようなものだ。もしこの国の息子たちであるあなたたちそれぞれが穴を指で塞ぐことができれば壺は水を蓄えることができるだろうという言葉を残している。 この言葉は、以後も語り継がれ、1950年の、在フランスブラックアフリカ学生連盟のモットーに、選ばれ、独立運動の際にも引用された。1960年に、ダオメイ共和国が独立し、さらに、ベナン共和国に解消した後もこの言葉はよく、引用され、これをかたどった像も建設された。1852年に、 奴隷貿易を廃止すると宣言していたが、それを保護にして、奴隷貿易を再開した直後の1858年に休止した。死因は天然痘とも、戦死とも、暗殺とも伝わる。息子のバドホーがグレレの撫で跡を継いだ。下創の崩御後、フランスの勢力拡大と奴隷貿易に対する周辺諸国の反発が相まって、 タホメ王国は3代42年で滅亡する。ありがとうございます。